11月26日収録の KP ナバリ、12月放送分が始まりました。この番組は SNS、ホームページ、動画サイト YouTube とこの番組 KP ナバリと連動させてリスナーの皆さんにお届けするリスナー参加型番組です。お届けするのは DUB と書いてダブの DJ 浦時と、はい、ナバリのために頑張ります、ナバリ商工会議所柿坂ことカッキーです。おい、この番組は訪問看護リハビリステーションハッピーウッドと株式会社折り紙の提供でお送りいたします。11月放送で、各 GoTo 支援のことを話題にさせていただきましたら、はい、12月半ばあたりまでですが自粛要請が出せましたよね。はいはい、短期集中で感染拡大の封じ込めをしないと、はい、大きい総合病院の利用制限も出まして、コロナ以外の通常医療を逼迫させる懸念が強まる上に、はい、さらなるクラスターが医療崩壊を招いてしまいますということで、はいはい、ちょっと注意しながらみんなで頑張っていきたいところですよね。そうですね、私たちも含めてこう、ナバリ伊賀地域にお住まいの皆様もですね、気を引き締めていかないといかない、いけないというような形でございますけども、まあ、でもその中でもですね、感染に十分気をつけていただきながら、周りの方々とですね、こういろいろ心配りですとか、はい、こうね、お互い様にこうソーシャルディスタンスを取りながらですね、感染予防に努めながらこう今させていただいてます全世帯型、はい、それから子育て応援型のプレミアム商品券、それ、ね、こういったあたりも うまく活用していただけたらというふうに考えております。いや本当にちょっとね、緊張のある話あったんで、はい、ちょっとほっこりした話題が耳に入ってきましたので、はい、お伝えしたいなと思いまして、はいはい、イギリスの8歳の男の子から、はい、イギリスのジョンソン首相にですね、はい、クッキーの横に消毒液を置いていたら、はい、サンタさんが家に来ても構いませんかっていう質問が来ましたので、はい、それに対してですね、北極に電話をしましたら、はい、サンタは来る気満々でしたと、うん、まあ、そんなイントネーションかどうか分かりませんけれども首席医務官によればサンタさんがいつも通り素早く安全に出入りするなら彼にも君にも健康上のリスクがありません、ね、消毒液を置いておくのは感染拡大防止の素晴らしいアイデアですねなどと返したという出来事があったらしいんですよね。なるほど、はい、はい、まあ、これ見ててほっこりする話題だなと思ってるのと、滑舌が回らないというね、ジョンソン首相、はい、言えてるほっこりする話題だなと思っていたら、はい、EU 離脱で、来年からサンタさんは通関手続きが必要になってきてしまいますのでクリスマスが間に合わないじゃないですかっていうような、ね、はい、ツッコミもあったということで、はい、世界はコロナで大変だけれども、うん、こんな話題もあることは平和なんだなとです、ね、はいはい、思いましたね。カッキーさんはほっこりした出来事は最近ありましたか？はい、そうですね、ちょっとまあもうちょっとこう身近なところのお話やったんですけども、はい、少し前に僕出かけまして、うん、外にいてた時にですね、うん、ちっちゃい子供さんを抱っこしたお母さんが、うん、いらっしゃって、まあ、こんなご時世ですのでマスクをしてらっしゃったんですけども、うん、子供さんがですねちょっとこう泣いてしまってというかちょっとむずなってしまって、うん、こうお母さんのマスクをですね、うん、こう引っ張ってしまって、うん、ちょっとこう耳のところというかゴムのところが取れてしまったんですね。あ、はいはい、で あーと思って見てたら、うん、まあ、近くにいらっしゃった、まあ、いらっしゃったというか若いカップルがいてたんですけども、うん、その子たちがですね、自分たちのこうリュックから、うん、予備のというか持ってたマスクを出してですね、うん、こうお母さんにこうプレゼントしたっていうのをこう旗で見てて、うん、ね、もうこう一時マスクがなくなって大変なこうちょっと殺伐としたような、うん、時期があったんですけども、まあこんなご時世でもこうすごくこう、いいことってあるんだなと思って、うん、こうほっこりと見てしまったというのが、はい、最近の話題でありましたよね。持ってたもんじゃないと、はい、ということで、そうですね、素晴らしい、ね、はい、若者たちですね、そうですね、はい、ぜひちょっといろいろと今ねソーシャルディスタンスとか、はい、いろんな、ね、人との距離っていうのもありますけれども、はい、心の距離はやっぱり常にね寄り添ってお互い行きたいような感じですね。はい、はい、
そうそう、はい、あのですね、ウイルスつながりっていうところなんですけど、ちょっと真面目になりまして、はい、まあ、大変だなと、はい、あの感じたことが、そういう出来事もありまして、はい、今回ですね、はい、あのゲームと言ったら、まあ、あのエンターテインメントということで、はい、ゲームというエンターテインメントを通じて、はい、遊び文化をクリエイトする株式会社カプコンさん、はい、よくあの e スポーツとかでもね、はい、ストリート、はいはい、ファイターとかでも有名な会社なんですけれども、そこにあのご出演のご依頼させていただきまして。本当ですか？はい、で、いや、本当はね、今回ちょっと出ていただく予定なんですけども、はい、ちょっと役員さんにちょっと話してたら、いきなりですね、いや、もうすいません、お騒がせして申し訳ございませんっていきなり謝れたんで、はい、どうしたのっていう話で聞いていると、11月の中旬にですね、はい、カプコンさんのコンピューターがサイバー攻撃を受けまして、あ、はい、あのランサムウェアっていうね、あの身の代金要求型ウイルスで、あのだいぶと被害が出てるみたいなんです。で、まあ、あんまり表に出てないこういうことなんですけれども、はい、まあ、あのね、せっかく話聞いたんで、あのお話させていただきましたらですね、はい、11月頭にサイバー攻撃をされて、はい、でその時に11億円のですね、データ流出の身の代金を要求されたらしいんですよ。はい、はい、で当然、まあ、役員さんたちはいろいろね、あの重役会議ということで、はいはい、でもその会議の中で、はい、あのテロ行為には屈しないということで、なるほど、断りました、はい、ね、要求拒否されました、うん、はい、そしたら、まあ、ものの見事にデータを情報、はい、データ情報をですね、小出しに漏洩されていまして、ただいま、でそのブロックにですね、はい、現在総動員で動いているので、なるほど、今ちょっとあのそういうことを外に出ることができないんです、うん、ということで、なるほど、そういうことですね、はい、そうなんです、はい、今回はすいませんということでですね、もう恐ろしい、恐ろしいですね、はい、ね、まだまだ、これからね、はい、IoT の社会、あ、はい、ね、あのちょっとあの川崎さんとか、そうでしたですね、まあ、その前にもちょっと話してた、はい、スマートシティ化ですよね、はいはい、っていうところで、あのコンピューターがどんどん進んでいく中で、うん、はい、その中で、まあ、命に携わっていくようなこともあるのにもかかわらず、こういうふうな、はい、あのインターネットで攻撃をされるっていうことになってくるのは本当に恐ろしいことですよね。そうですね、こう自然のウイルスだけでもなかなか怖いですけども、うん、こうね、あのさらにこう人為的にそういったものをされるとなると、うん、なかなか、ね、あのいろいろ構えないといけないことが、うん、あのたくさん出てきますので、そう、はい、大変ですよね。そのサイバー攻撃に対しての対策をね、はい、あの取っていたとしても、はい、もうどんどん次々新しいものを撒いたら人為的に開発して、はい、うん、してされるので、はい、どうしてもそれに対する、あのブロックがやっぱり先読みができないところもあるみたいでね、なるほど、本当に直近して緊迫した、はい、あの物事だと、ね、はい、思います。うん、で、まあ、あのどうやら、ね、あの開発未なことは言えないんですけれども、はい、一応、はい、そこどこからそしたらウイルスが、はい、あの発信されているのかっていうのを最終的には、はい、あのロシア地区から出てるっていうふうなことで、なるほど、はい、いうところまでは突き止めたらしいんですけれども、でもそこから先がやっぱなかなか難しいみたいですね。あ、なるほど、そうなんですね。もうね、e スポーツとかゲーム業界を牽引するカプコンさんには、はい、ぜひ、ね、あのそういうのにも頑張っていっていただきたいものなんですけれども、はい、一応あのお話を聞いている中で、はい、10月末にですね、はい、ロックマン X のスマホアプリを出されたということで、はいはい、そのロックマン X ダイブっていうのをよろしくお願いしますということでした、はいはい、またこれにめげずにまたあの来年あたりの、ね、はい、頭にでもちょっと出ていただこうかなと。あ、はい、ぜひそうですね、はい、あの、うん、子どもから、ね、大人までこう夢をこう与えてくださるお仕事ですので、ぜひこう負けずに頑張っていただいて、うん、あの夢をこう与え続けていただけたらなと思いますね、はいはい、はい、いや本格的にちょっと底冷えするようなはいね、あの季節にもなってきましたね。そうですね、紅葉もどんどん綺麗になってきましてですね、はい、うんうん、年末に向けて、ね、うん、あのイルミネーションなんかも、はい、どんどん綺麗になってくる時期かなというところですね。それはそうと、あの、はい、訪問看護リハビリステーションのハッピーウッドさんの方からお知らせがあるというふうに、うんうん、あの聞かせていただいたんですけども、そうなの、訪問看護リハビリステーションハッピーウッドさんでは
看護師さん、理学療法士さん、はい、作業療法士さんを大募集中です。はい、で、まあ、あのハローワークの方の情報をぜひご覧ください、はい、ということと、はいはい、またあの株式会社折り紙さんの方でもですね、はい、介護ケアスタッフさんと、はい、その補助さんですね、はい、そしてあのケアマネージャーさん、はい、あの計画作成担当者さんですね、を大募集されています。こちらもハローワークの、情報をご覧ください、はい。でまたあのユーさんの方にも伊賀タウン情報、ユーさんの方にもあの紙面に載っておられるみたいなので、なるほど、はい、要チェックですね、はい、してください。あのハローワークの情報もインターネットで、コンピューターですとかそれからスマホからでもあの見れるようになりましたので、あのこれすごい便利な時代になりましたですね。はい、はい、それではまた来月も楽しくバズれるお話を期待していただけたらと思います。はい、それではさようなら、はい、さようなら、バイバイ、はい、バイバイ。どっちそっちへ。